じゃあね、はい、ちょっと今俺の話が続いたんで、ちょっとタマちゃん自己紹介で、はい、まだ俺知らないことあってさ、はい、さっきディズニー好きになったきっかけ聞いたやん、はい、ディズニーのじゃあ好きなショーパレキャラとか聞いてみようかな、アトラクとか、はい、好きな、まずショーは好き、ショーは大好きです。ミュージカルがすごい好きで、もともとミュージカルが好き で、まあ、ディズニーもそういう、うん、ミュージカルっぽいもんね、はい、じゃあランドシー含めて、はい、過去のショーも含めて今でもいいんだけど、はいはい、好きなショーはある？1個だけですか？何でもいいよ。じゃあ 2個で、うん、私あのショーベースのショーがなんか好きなのか、あまず一つ目が、うん、あの1997年ぐらいにやってた、うんうんうん、フィール・ザ・マジック。フィールね、これはなんかもう、うん、すっごいちっちゃい時で、うん、全然記憶もないぐらいなんですけど、うん、親に連れてきてもらって、でも鮮明に覚えてるんですよ。ポカホンタスが言わ、うん、んところに出てるやつとか、そうそうそう、うん、あとミッキー、ミッキーじゃないや、ミニーちゃんとかがこう縛られちゃう、すまき、すまき顔は笑ってんだけど、すまきなのもうあれとか、もうあれ面白いすごいショーですよね、あれすごい、あと曲がいいんだよ、はい、曲がいいです、曲がいい、しかもね、これあのやるじゃないですか、ベリベリミニで、あベリベリミニやるよねもうすごい楽しみなんですよフィールね、はい、あーなるほどな、あと、うん、ファンテリュージョンも好きでした。ファンテリュージョンね、でもあのアースラーのとこでめっちゃ泣いてました。ヴィランズのとこね、ヴィランズ怖いんだよな、はい、怖いですね。いやあれ今思うとよくやったよあんなショー、ね、すごいよな、はい、ファンってね、ファンテとフィールはなんか似てるとこあるよね。あそうですね、時期的にもほぼ同時期だったし、ね、はい、であの頃だな、あの頃からも英才教育を受けて、うん、で、小学校とか、小学校とか中学校はもうワンでできたりしてて、うんうんうん、あ高校もですね、うん、でその後バイトして年パスゲットして、うんうんうん、でそのあたりぐらいからワンマンズドリームに、ワンマン2122だよね、はい、ああそうかそうか、大好きで、まああれはね、でももう終わっちゃうじゃないですか、来月終わるんだよ、もう私耐えきれないですね、やばいよ、どうする、ラスビー行く、行きたいです。俺は抽選もう当たらないと思うんだけど、はい、一応ラスビラス会は抽選行こうと思ってる、ねはい、っていうかあともう今のこの動画回してるのが11月下旬なんで、はい、あともう 1,2 週間で終わっちゃうんだよな、もう俺抽選当たらない気がしてる、あいや当たりますよ、当たるよないやワンマンな、本当あんなに素晴らしいショーはないですもったいないよね、はい、もっとやってほしいよな、やってほしいですね。いやワンマンは俺も動画で言ったんだけど、はい、やっぱりもう名刺ガールの一発だ、いいからこれ見ろみたいな、うん、そうですね、うん、もうこれ見るとなんで俺が年パス作ってるのか分かるみたいな、うん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 、そういう感じで、はい、もうガツンってやっぱりやられるじゃん、うんはい、ワンマンは。だからもうなあ、私何度見ても3回は絶対泣きますもん。わかる最初とピーターパンのところと最後です、最後やっぱシャイニングシャイニングとこがもうとピーターパン飛ぶとこな。そうなんですよね、なんか音楽もディズニーの音楽も好きで、結構ディズニーオンクラシックとかも行ったりしてるんですけど、あオンクラ行ってんだ、うん、はい、でもそこで今回今年やったよねワンマンの前の、あったんですよ、よかったです、いいなぁ俺今年は行ってもよかったなオンクラシックな、行ったんだあれ、はい、オンクラシックはね俺何回か行ってる、はい、あれいいよねオンクラシックです、うん、あの映画音楽がメインなんだけど、はい、パークミュージックを必ずやってくるんだ。そうなんですよ、で今年のパークミュージックは何かなって感じで、ねはい、うん、俺行った時はね過去3回ぐらい行って、はい、ね、ファンティリージョン生演奏と、はい、あとねブラビッシーも生演奏があったな、なるほどな。まあでもワンマンとフィールと、はいはい、あのファンテリューションね、はい、この3つか、はい、なるほど、その辺が好きと。そうですね、なんかでも全部共通してるのは割となんか壮大な感じが好きっぽいですね、私は、うん、フィール多分ね、作曲者のワンマンとのファンテリューション同じじゃないかな、はい、ファンタズミックも確か同じ人が作ってると思うんだよ、なんか似てるよね曲調もどれも。そうですね、うん、だからああいうのが多分好きなんだろうな。そうみたいです。うん、そっかそっか。もちろんパーティグラー、そうパーティグラー、パーティグラーも
好きですけど、また違うじゃないですか。全然好きのジャンルがってか違いますよ、ね、ジャンルが違う。そうですよね。わかる。あのね、はい、俺はそれはね、あのワンマンとか、はい、やっぱりのはザ・ディズニーって感じで、はい、これぞディズニーって感動できるショーでしょ、はい、パーティーラとかね、俺はね、あの血は筋肉踊る系って言ってる。わかる。あのわかる。ラテンとか体がうずく、わかる、はい、そういううずうずしてもう体が動き出しちゃうような、はい、そういうノリノリの音楽もそっち系ですもんね。そうそうそう、うん、俺もそう、そっち系がのディズニーのショーと、はい、そういう壮大な、そういうこれぞディズニーっていう感動できるショーと、やっぱ両方、はい、その2つがやっぱディズニーのショーって感じなんで、そうですね、やっぱそのどっちかになるよな結局な。わ、はい、かるわかる。でもなんかその間にハロニューがありません？そうだね、ハロニューまた違うね、また、うん、また違う感じですよね、ま、古いショーはね、ちょっと俺もいっぱいあるんでね、はい、言い出すとキリがないんだけどもな。よくプレスリリースでめちゃくちゃ古いショー、そうそう、ハロニューもいいんだけど、はい、実はな、みたいな、うん、母体となったショーがあってな、みたいな、そうなんですね。いや例えばそういうような、はい、すぐそういう話になるから、俺、うん、そうか、まあ好きなショーはじゃあその3つ、はい、おー、オッケー。好きなキャラはラプンツェルです。ラプンツェル、ね、はい、ラプンツェルは大好きで、お部屋の中にグッズを集めてて、今ラプンツェルの部屋を作ろうとしてるところです。本当に、そっか、ラプは今だとドリミとイーパレにいるのか、はい、そうですね、そうだよね、はい、最近グッズも増えてきたよね。増えてきましたね。増えてきた。ちゃんとディズニープリンセスとして扱われるようになってきたね。でも結構扱われるの早かったですね。早いよね、はい、じゃあグリーティングのラップいるとパッとも行って、行きます行きます。不倫ライダーもファーって、知んないですけど、よくいるよねラップはね。いますね、うん、だから東京にラップが出たってなった時の、もう俺当時香港とアナハイムでしか会えなかったんで、はいはい、東京のラップ来る、うん、ええー。あとポップコンバケットもめっちゃ出た、あの公式ランタン、はい、公式ランタン公式ランタン。あ、俺フリーやってるんで仮装で、じゃあタイミング合えばどっかディーハローでいつか。すっごいやりたいんですけど、すごいハードルが高いんですよね。いやまあ、うん、ちょっとウィッグがね大変だからな。でもちょっと1年越しに練習して、ちょっとじゃあ頑張って、はい。あとキャラは、はい、よく普通のディズニーキャラクターで好きなのいるの？ミッキーです。あ、やっぱミッキー。なんかミッキーはもちろんかっこいいし可愛いし好きなんですけど、うん、なんかもうエンターテイナーとして最高じゃないですか。わかる。もうそれがなんかもう目標です。あ、師匠。わかるわかる。本当にすごい。あのね、でも俺実はちょっとだけ意識してるところがあって、はい、ミッキーってさ、例えばあの BB とかワンマンとかさ、はい、あとハロウィンのポップンライブとかさ、はい、ああいうかっこいいイケミッキーって言うじゃん、はい、わかりますね。わかります。片足上げてゲッタンとか、ああいうかっこいいミッキー、はい、あと衣装もさ、ああいうクールなかっこいい衣装がある一方で、はい、例えばあのスーパードゥーパーみたいなスモックさんとか、はい、ジャンボリーミッキーみたいな、ああいうかわいいのもあるじゃんか。でミッキーの衣装ってさ、クリスマスの衣装みたいなかわいいのもあれば、はい、イケてるかっこいい衣装もあるでしょ、はい、俺ちょっとだけそのねミッキーの何でも何着ても似合うっていうとこをちょっと俺意識してるの、はい、だから俺かっこいい衣装もかわいい衣装も何でも着るようにしてる、はい、これわざと。すごい。ちょっとこれ聞いてもう一回動画見直してみます、うん、本当に。だからちょっと俺にはかわいすぎるかなっていう、そういう衣装も、はい、衣装とか服もだから着てるし、このほらダッフィーのセーター、これ、はい、そう今年の公式のやつね、はい、これもねちょっと俺チャレンジしてみようかなって。いやもうぜひ。ちょっとすごいあったかいですよ。いいねこれ、はい、すごい。でもね、あの去年出た赤白のミッキーのセーター持ってる、はい、あの見ました、サムネイルになってるやつ。うん、だからああいうのも着てるので、はい、だからねミッキーお手本っていうところはある。だからわかる、わかります、うん、最高です。何でもこなすよね、うんうん、
じゃあ玉ちゃんはミッキーが好きなんだね、はい、大好きです。俺の好きなキャラ知らないでしょ。知ってますよ。もうだってベリベリミニの会社すごいワクワクしながらやってたじゃないですか。まあ俺でもね、ミニ歴ミニオタ歴25年ぐらいで、すごい。94年に、はい、ランドの、ね、プラザパビリオンバンドスタンドっていうところで、はい、ファンダフルバンダルフレンズっていうミニーが主役のショーがあって、はい、それが決定打だな。その前からちょこちょこミニーかわいいなと思ったんだけど、そのファンダフルワンダフルフレンズっていうショーがもう決定打、はい、どういう良さだったんですか。めっちゃかわいいんだよ。ミニーが主役で、すごい小さな女子向けで、ほんと子供向けのショーだよ、はい、だけどとにかく曲がいい。でミニー、ミッキー、チでドラの5人が出るんだけど、ミニーが主役で、でミニーがセンターでミッキー端なんだよ。それマジマジ動画上げてるからさ、はい、後で見てみて。見てみます。めっちゃ可愛いね。ミニーがめっちゃ歌うんだよ、はい、めっちゃ可愛い。もう女の子でスカートも短くていつもより、はい、めちゃくちゃ可愛いんだよ。でね、でも最近ちょっとね、はい、ミニーいいんだけど、個人的にだよ、はい、今年の3月にミニーの顔が変わってね、うんうんうん、で俺は正直言うと、はい、昔の顔の方が好きなのね。だから昔に比べて写真撮ったりするのはガクンと減ったし、トレイル行ったりとか、あとグリで会いに行ったりとかっていうのも正直減った、はい、でもこれ慣れなんで結局、だから仕方ないと思ってる。だから昔のお顔の方が良かった、今の顔とかね、もう許せないキーとかってね、そういう意見もよく聞くんだけど、でも俺その人の気持ちも分かるし、はい、でも俺慣れるしかないと思ってでもディズニーは好きなので、だからそれはずっと昔見てたあの旧顔っていうの、やっぱあれ見慣れてるからさ。だってでも今後あのお顔になるんだったら、今後もディズニーは嫌いならずに、俺はもうパーク好きなんでこれからも通うので、だったらもう慣れるしかないな。それでこれ一個面白いのがさ、はい、さらに昔のお顔ってわかる？パークが開園した9周年ぐらいの時のすごいバチバチまつげのさ、ドナルドうん、もう旧顔であの時のミニーちゃん、はい、申し訳ない、本当に申し訳ないけど、うん、もう俺の中じゃもう俺バケモンなんだよ。もうあんまりにも気持ち悪くて、でもパーク開園の頃から濃いミニーちゃんファンに人が言うには、いやあの2代目のちょっと前までいたあのお顔になった時に ものすごい違和感があったと。9周年か10周年の頃にあの2代目のお顔を買ったんだけど、初め5年ぐらいトゥーンタウンができる頃までの4年間5年間全然慣れなかった、あの昔のお顔が好きすぎてって、そういう人もいて、あ俺と同じだと思って、うん、だから俺あの前のお顔でも10年20年ずっと好きだったので、今のお顔になれるのはまあ相当時間かかるだろうなって思ってるけど、まあ時間が経てばまあ慣れるかなって思ってます。二枚舌どう思いましたあれどう、あれ私は好きですね。本当あのお顔に限らずいろんな二枚舌あるの、はい、他にも、はい、何で見たんでしたっけ、なんか、なかったね、賛成反対、はい、ありました。このお顔以外ではない方はすぐにこの動画を消してもう一つの動画を見てくださいっていう。あれどう、いや私は両方全部見た。あれね、結局両方見るんだよ見ます見ます見ちゃいますよねあれさ、でも同じ題材で、はい、全く真逆のこと言ってるじゃないですかしかも表情が全然違うじゃん全く逆のこといや本当に心の中では両方の気持ちっていうか、そのどっちも分かるって気持ちあると思うんですけど、すごい演技上手で
でも俺初めね、はい、炎上するかなと思ったの、はい、こいつ調子やっちゃなって言って叩かれたらどうしようと思ったら、はい、みんな喜んで見てくれるんでよかったでも少なからずみんな少しは反対派の意見もあると思う、反対派の意見分かると思うし、あれみんな心の中でね両方の意見分かると思ってるんだよ、うん、思ってると思う、思ってる、うん、だからあれはねこうあれ撮る前にね、はい、気持ちの切り替え大変なんだよ、よし今日は反対動画、反対動画今から反対動画だ、あれはあの同じ日付で撮ってるんだけど、うん、それとも日本撮り、日本撮りすごい、だから例えば反対だったらしょ、はい、反対の人の意見をバーって集めて読んで、はい、今から反対、俺は反対なんだ暗示をかけて、はい、よし反対、よしだから表情も怒ってる感じで、はい、ふざけんな反対の人の気持ちを代弁してあげるんで、はい、だからよしって回したら、あれどう思いますか皆さん本当にすごいですよ絶対許せないよこんなの、ありえないよこんなのって、だから反対の人、はい、でよし取り終わったと思ったら、はい、賛成だって気持ちの切り替えがすごい、で賛成の人で気持ちをパーって読んで、はい、賛成派の人はこう考えてる、なるほどこういう気持ちなんだと思ってこう全部理解して、うん、これいいですよねよくぞやってくれた、いやもう二枚舌というよりかは二重人格でもあれはね、はい、我ながら結局両方みんな見てくれるんで、うん、よかった、あの二枚舌でもね真似する人いるかなと思ったらやっぱいないね、あれなかなかできないですあの二枚舌確かにでもね、はい、ちょっと苦労はしてる、あーどんな点でですか、苦労するのはね、はい、あの賛成と反対がどっちの人も納得できるような、まず証拠というか、はい、そうそうその通りっていう同意を得られる、まずネタをまず集めること、はい、要は口から出まかせだったり、いや苦しいなっていうことじゃなくて、よくぞ言ってくれた、その通り、そうそう分かってるって同意を得られるネタをまず集めるっていうのと、賛成と反対が半々ぐらいいるだろうから、どっちも動画の長さが同じぐらいになるようにしてるのね、すごいですね、それがどっちの思いも強すぎず弱すぎず半々ぐらいになるように、すごい、ところが全然気づかなかったです、ところが集めてるときどうしようやっぱねあの集めきれなくて、はい、例えば賛成が8割、はい、反対2割ぐらいしかネタがないっていう場合もこれじゃダメだと思って、でネタはあればあるほどいいので 5-5 ぐらいになるように集めるんだよいろんな動画のコメント読んだり、はい、ツイッター読んだり、いろんなとこ感想とか見たり、自分なりに見て、あこういう分析できるな、あこういう考え方もあるんだ、あなるほどね、あこれは反対の人、なるほど、はい、こんな意見もって集めて、なんとかお互いに同じボリュームになるように、確かにでも二枚舌には必要な必要なことなんで、はい、でもねその分自分自身のその一つの事柄でもいろんな切り口がやっぱりあるんだなっていう勉強にもなるし、ちょっと難しいこと言うとディベートってわかる、はい、わかります、ディベートの訓練にもなるし、やっぱりあと記事とか広告とか何でもやる上でやっぱり賛成なんだけど反対のことを仕事しないといけなかったりとかあるので、やっぱり賛成の人反対の人どっちの人の意見もちゃんと分かって、どっちの人の気持ちもスッとなんか腑に落ちるというか、ストーンって落ちるような動画を作るっていうのはやっぱ自分自身のトレーニングや訓練にもなるから、うん、まあちょっと頑張ってみようかなと思って、確かにそうですね、視野が広がりうん、とかとか、まあでも喜んでもらってないようです、うん、ありがとう、うん、あれは頑張ったね、またやるわ、はい、待ってます、うん、また今じゃ頑張ります、はい、俺ね、たまちゃんの動画は、はい、さっきちょっと言ったけどやっぱ初期の頃、まだ俺ディズニー動画やり始めたばっかの時に、あすごい年パス持ってて結構ガチでディズニー動画上げてる子いるなと思って、それで椎名敦美ちゃんとのコラボのやつを見てたわけ、でも
好きなこと何でもチャレンジしてる系の子だなと思ったんだけど、はい、あでもこの子肝が据わってるなってちょっと思ったのが、はい、あの YouTube やろうと思ったきっかけ動画っていうカミングアウトしてるやつが、はい、ちょっと俺すごいあれが衝撃というかあれが心に残って、はい、あれもちゃんといいねボタン押したからな。お嬉しい、ありがとうございます。押した押した。あれはちょっとね、はい、びっくりというか、あれよく考えたね。あれ、まあ、そうですね、うん、あれは何あげようと思ったの。あげようと思いました。なんかよくなんで YouTube 始めたんですかって聞かれることも多かったし、となんか自分の中でもこう頑張る、うんうんうん、出してより頑張ろうっていう、うん、なるほどね。やはり人によってきっかけは様々だなと思ったな、はい、俺あの動画でね、はい、やっぱりびっくりしたのが、はい、開幕のオープニングで、はい、ちゃんと自分の名前をズバーンって言ってるところが、はい、あれがびっくりした。そうですか。いや普通なかなか言わないと思うよ。あ本名ですか、うん、あなんかそのアイドルの活動してた時に、あの本名がオーディションの段階であの映像で映っちゃって、そうモームスなんかも AKB もそうで、オーディションあいオーディション系って本名も分かっちゃうんだよね。なんかバレちゃってここに名前つけるじゃないですか、うん、でもじゃあもうこれでいこうと思って本名でやってます。いやあれ俺やっぱり あこの子肝が座ってるなと、いや思うよあれ。そうですか。だって俺だってさ、はい、たまに俺年パスパッと映したりするんだけど、はい、コメントでさ、はい、皆さん本名出てますよとかって言うわけよ、うん、そうするといや俺別に俺隠してないしって言って、うんうん、だから俺名前も隠さず堂々と顔出し名前出しして、はい、パークの中で動画も撮ってる、グッズ紹介もしてる、もうぶっちゃけ動画に広告もつけてる、もう全部顔も名前もさらけ出してやってるので、はい、その分それってみんなから信頼信用をもらえるので、はい、だから名前も顔も出すことに関しては腹くくってやってますっていう、そういう決意決心の表れでもあるので、あれはたまちゃんの本名をズバッと言ってるところは俺はそれは感じたよ。すごい嬉しい、ありがとうございます、うん、だからやっぱりちゃんとあのそういう人には届いてるので、あれ見てね、おこの子肝据わってるな、覚悟できてるわと思ったもん。そういう風に思われてたんですね、うん、いや思うよあれはだって、はい、なので頑張ってね。はい頑張ります、うん、ありがとうございます。はいなので、はい、ちょっとねあの可愛い動画の中にね、ああいうなんかね初心表明的な動画がポーンと入ってて、はいはい、ちょっとあれはね引き締まって見えたよ。引き締まって見えました、うん、見えた見えた。なんかお気楽なね可愛い動画ばっかじゃなくて、はいはい、ああいうね真剣なね、はい、ああいう表明動画とかあるとね、まあ、パンチが効いていいのでね、あの時々挟んでおくといいよ、ね、でも時々じゃないとちょっとまた来たよみたいな、ねうん、私もあの梅さんの経歴を語る動画、あすごいあ本当にパンチ聞きました。本当、はい、そっか。あれはね俺はでもなんかね言いたがりなんだよ。いや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 でもなんかすごいいっぱいいろいろ考えて、うん、なんかダメこれダメやったらあれやろうとか、あそうねいっぱいやってるなっていうのがあって、うん、そうねいっぱいやってる中で、はいうん、やっぱりメイキング的にこんな苦労があったんだよとか、あとやっぱり YouTube やりたいなっていう人多いと思うので、なんか参考にしてくれたらなっていうそういう気持ちもあるし、あとはまあさっき言ったけども自分自身の試行錯誤とか苦労なんかもまあネタになって、それで動画として見てもらえたらなっていう気持ちもあるので、そういうのをやっぱりね試行錯誤とか苦労した話ってやっぱ聞いてもらいたいし、やっぱそういうのってね、逆に知れたら嬉しいことでもあると思うので、だからやっぱりそれはちょっと時々やってるやるかな、はい、またやりますんで、まあ、すぜひ見てください。ありがとうございます。はいランド来ました、はい、はい、プラズマリーズダイナーです、はい、さっきたまちゃん動画で食レポやりました、はい、いやうまかった、美味しかったですね。いやまた雑談です第2弾、はい、はい、あの俺ちょっとたまちゃんにね、はい、ちょっと視聴者代表として、はい、教えてほしいことがあって、はい、俺気にしてることがあって、はい、俺の動画ってさなんか編集が少ないんだよね、はい、あの特にたまちゃんウームなんで、はい、ウームのクリエイターさんって、はい、結構激しく顔のアップ入れたり、はい、音楽、ね、ポヨーン入れたり、はい、BGM パパッと切り替えたり、はい、まあ
多分でもあれが今風だと思うんだけど、はい、俺どっちかっていうとあんまりそういう編集ほとんどなくて、うん、でも見てくれてる、はい、ああどうなのかな、やんなくていいの、どう思う。いや私的には、うん、私が言うのはあれですけど、うん、その梅さんはやらなくていいタイプの人かなって思います、うん、あやらなくてもいいタイプとやった方がいいタイプがあるんだ、はい、多分そうだよな。私は絶対にやった方がいいタイプなんですよ。あそう、たまに自分自身でそう思うんだ。はい、喋るのがすっごい下手なんで、うん、おそんなことないけどな。いやすごい下手なんですよ、うん、はい、で何回も言い直したりとかしちゃうし、しかもこう言葉と言葉の間にちょっと時間が空いちゃったりとか、あそういうのがあるん でうまい言葉の表現もできないからっていうのもあって結構いろいろポポ編集したりするんですけど、梅さんの場合はもう本当にもうすごいいろんな表現をこう持ってるの で聞いてて普通にこうなんていうんですかね、スラーっと聞けちゃうっていうか、本当に、うん、なのでなんかちゃんとしっかり喋れる人は、語る系の人は編集必要ないかなって思います。ということは、はい、ウームの人らがあんだけポン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 やってるのは、はい、あれはやりたくてやってるんじゃなくて、ただのジェットカットの集合体だあれ要は、はい、もちろん話すの上手い方もいますよ、うん、もちろん上手い方もいるんですけど、うんうん、やっぱ言い直しとかは結構多いですね。分かるよ、うん、噛んだりね、うん、まあ、俺はでもね結構噛んでるとかあるので、うん、つまんでるんだけど、でもね、はい、最近特にこの1年ぐらい、はい、語る系 YouTuber が増えてきた気がしてるの、はい、あそうですね、古くは柴田とかなんだけど、はい、最近だと N 国の立花投手とか、はい、あとオリラジの中田あっちゃんとか、はい、あの鴨頭さんとか、はい、メンタリスト大吾とか、ああいう人らって、はい、無編集でブワーッと語るやん、はい、だからあなんかさっきも言ったけど語り系でいいのかなと思って、噛んだら噛んだで今すぐに噛みましたって言ってどん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 、はい、ターッといっちゃった方が、ま、コスパいいよね、うん、あと私も、うん、そういう動画の方が好きです実は。あ本当、うん、なんか自分の求めてる情報とかをスラッとなんかラジオ感覚で聞いて、なんかメイクしながらとか、あなるほど、ね、なんかパソコンやりながらとか、うん、そっか、うん、でまあ、俺は今語る動画が、はい、まあ、メインでやってるっていうか、語る動画もそれでやってるんだけど、じゃあ、はい、語らないパーク一周動画とか、はい、そういう動画ではどうしてもやっぱカットが多くなるわけよ、はい、今日パーク一日回りましたとか仮装で回りました、はい、でもそういう場合もあんまり字幕も入れないし、はい、結構シーンつないでパーンって乗っけるだけなんで、そんなにやっぱりね、BGM 乗っけたり、はい、デジズームっていう顔のアップとかあんまりやらないんだけど、でも、はい、ウームの人ら見てるとね、やった方がいいのかなとかね。それは個人に応じてだと思う。そっか、じゃあ俺はなしの今風のこの感じで、はい、今風はいいと思います。あたまに例えば、うんうん、はいどうも皆さんこんにちは、どうもどうもウメですビヨーンみたいな最初だけとかならいいと思いますけど一回やったらどうなるかなでもその後はもう別に普通に何事もなくとかでも、一回ちょっとやってみたい気がしてるお試しっていうか、お試しね。でもね多分違和感あると思う。そうですね、うん、かなり違和感あるかもしれないですね。前動画で言ったけど、俺はなんか、はい、NHK みたいな感じかな。あ言ってましたね、うん、野球放送、野球NHK の、そうNHK 野球放送結構淡々というし、はい、朝のバラエティもおはよう日本っていうやつも朝結構淡々っていうけど、はいでも民放は結構ね、はい、バラエティでごちゃごちゃってやるから、はい、まあ別に無理に民放スタイルにしなくてもまあいいのかなって、うん、分かりました。ちょっと気にしてたんでそれ、はい、全然もう今のスタイルが私は一番いい、うんうん、でも一回やってみようかな、シャレでちょっとシャレで、シャレでやってみますなるほど。あとなんかある質問、私すごい気になってたんですけど。何？いや別に大したことではないんですけど、うんうん、梅さんって今カメラマンのお仕事されてて、であと他の日はディズニーに来たりするじゃないですか、それ以外のこう日常のルーティーンとか、あそういう日常的なことを全然知らなくて、どんな感じの生活してるのかなって思った。1週間とかスタイル、はい、あなるほどね、めっちゃ気になります。いい質問だね、うん、俺ね実は正式には動画で言ったことないな、そりゃ、はい、おいい質問だ。
1年前まで実は、はい、サラリーマンでした。おー、そうなんですね。去年の春夏ぐらいまでは普通の会社勤めしてました、はい、で月から金まで会社に勤めて、で空いてる日とか土日とかで有給とか代休とか使って、ディズニー動画も上げてた。それ去年の、はい、4月か5月まで、ね、なんだけど、でそれは、サラリーマンカメラマンだったの。あ、給料のカメラマンだったんだけど、はい、去年の春ぐらいにちょっとそのサラリーマンではなくて完全歩合でいいので手取りっていうか歩合のカメラマンに要はしてくれっていう、胃がん退職して会社と契約解除でサラリーマン辞めて、会社はフリーランスでその都度ギャラにして、で今完全だからもう個人事業主で、で週の半分ぐらいがカメラマンのお仕事やってる今で、週残り半分がこの YouTube やってる感じなんですよ。その仕事して帰ってきた後は YouTube の編集してる、編集、あとは家でカメラの現像って言って、はい、その写真を撮ったが、実はカメラマンの仕事って、はい、一旦パソコンとかで色の具合とかさ、はい、なんか色味調整したり明るさ調整したりして、はい、撮った写真で納品しないといけないので、撮った後家でそういう作業もある、実はだからトータルにすると、はい、週の半分ぐらいは撮影の仕事、はい、週の半分ぐらいで YouTube やってる感じかな。うん、確かにこれは言ってないどこでも。忙しいですね。あっち上さんのよく、うん、あこれはいい質問だっていうのがすごい好きなんですよ、ね、生配信とかでもいいこれはいい質問だいいこれ絶対いい質問だって言われた人絶対嬉しいと思う。本当、いや玉ちゃん今いい質問来た、いい質問来た本当、はい、これはじゃあ言えなかったらいいんだけど、玉、はい、ちゃんは今 YouTube だけ、 YouTube 一本です。そうか、最初 YouTube 始めたての時はアイドルもやってたんで、うん、アイドルやって、うん、あとバイトもやって YouTube やってっていう感じだったんですけ ど、今は YouTube なりました。なるほど、はい、いやその方がいいと思うよ、はい、あちょっとパレードアメキャンやるんでこれ見ようか。楽しみ。でもいや絶対玉ちゃんの正解だよ。そうですか、正解だと思う。はい、なかなかいい質問でした。うん、ありがとうございます。俺がね答えたくなるような質問でした。やったナイスナイス、はい、ぜひなんか女子とかの間で、うん、モーニングルーティーンとかナイトルーティーンとかっていう動画が YouTube で流行ったりしてるんですけど、うん、そういう動画も期待しています。例えばあれでしょ、自宅警備の一日みたいな感じ。そうそうそう、はい、そういう感じな、はい、そういうのじゃあ頑張ります、はい、ありがとうね。はい、はい、グランマスラキッチンまで来ました。ランドです。めちゃくちゃ面白かった。今日私も楽しかった。ちょっと玉ちゃんいろいろ聞いてみなかったんでめっちゃ勉強になった。やっぱね、なるほどねっていうところがあってすごい面白かった、うん、あと俺の動画の感想とかもすごい、はい、言ってくれて、すいませんズバズバ言っちゃって、うん、全然いいよ。めっちゃ元気出て、はい、なるほど、うん、やっぱ刺さってるとかね思えたし、はい、うん、めっちゃ参考になったので、はい、いやめっちゃ今日は刺激的な日でした。 ありがとうございます、うん、こちらこそありがとうね、はい、いやお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日はありがとうね、お疲れ様です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。